どうも、もぐらが木造です。今日は2020年10月18日日曜日、ちょうど今お昼頃です。今日はですね、夜勤明けで今帰ってきたんですけれども、先日市役所に行ってこのお父さん、ついにマイナンバーカードを作ってきました。まあマイナンバーカード作ったんで、まだまだ頑張って生きていきたいと思います。128歳まで生きるつもりです。さて、それはともかく、今回やることはせっかくこのマイナンバーカードを作ったんで、今コマーシャルでやってるマイナポイントですか。このマイナポイントの申し込みをしてみたいと思います。で、このマイナポイント、お父さんは今 au でやってるんで、au pay で申し込んでみたいと思います。その方法の動画を、流しますので、まあご覧ください。ではどうぞ。はい、じゃあ実際にですね、お父さんの画面でやっていきたいと思います。マイナポイントを申し込むには事前に、au pay アプリとマイナポイントアプリをダウンロードしておく必要があります。お父さんもダウンロードしてありますので、では au pay アプリの方から、あれ au pay アプリこれか、フェイス ID。 あ、そっか、フェイス ID だからあれだ。はい、そしたら、マイナポイントをタップします。そうすると、なんだ？ au pay アプリで申し込むっていうところがあるんで、これをタップします。そうすると、もう読み取り開始で出てくるんですね。で、読み取り開始をタップします。で、ここにパスワード、これ入れます。で、OK。で、スキャンの準備ができました。マイナンバーカードをセットしてくださいとあるんで、これはちょっとお見せできられないのかな。よいしょ。失敗しました。なんでだ。ダメだな。この後もですね、何回かやってみたんです。ただスマホをマイナンバーカードの上に置いて、読み取らせるだけの作業、たったそれだけなんですけども、なんかね、どうしてもうまくいかないんですよね。おかしいですよね。ただまあマイナンバーカードの顔写真のある画面をスマホで読み取らせるだけなんですけれども、何度やってもうまくいかないんです。とりあえずまあキリがないんで、まあこのマイナンバーカードスキャンできたところの画面まで、ちょっとカットして飛ばしたいと思います。では数分後の動画ご覧ください。マイナンバーカードで認証をタップします。
読み取り開始タップをしてマイナンバーの暗証番号を入れます。マイナンバーカードを読み取ります。読み取り成功です。読み取れたら同意申し込みするをタップします。はい、マイナポイント申し込み完了です。超簡単でした。本当だったらねこんな簡単にできるんですけども、なんで今までうまく読めなかったんでしょうか。まあとりあえずマイナポイント申し込み完了です。はい、間がちょっとうまくスキャンが何回かできなかったんですけれども、とにかくできました。で、スキャン申し込んで、マイナポイントを申し込んで同意申し込みするを押しましたので、マイナポイント申し込み完了しました。で、実際にできるかどうかはちょっと見てみますね。そしたらまたホーム画面に戻りまして、 au pay のホーム画面に戻りまして、このマイナポイントをタップします。そうすると、はい、マイナポイント履歴照会、上限まであと5000ポイントもらえるわけなんですよね。で、マイナポイント申し込み日が10月18日12時24分48秒でちゃんと書いてありますね、ここに。で、マイナポイントの、付与履歴はありませんってあるんですけども、じゃあチャージ入金はこちらって書いてありますね。これをちょっとやってみましょう。じゃあ一気に2万円チャージしてみますか。例えば5000ポイントもらえるはずなので、よいしょ、2万円、1、10、100、1000、まあ2万円ね。で、これをちょっとチャージしてみましょう。あれ？ピ。2万円チャージする。さあ、できるかどうか。あ、で、これは、ちょっと、パスワードなんで、はい、チャージ完了。ドルルルルル、はい、2万円チャージ。で、しましたが、5000ポイントはいつつくんだろう。速攻でつきましたね、5000ポイント。今2万円入れたので5000ポイントついて、初めに2000円あったんで、今2000、あ、失礼、桁間違えた。27,981円。もう速攻で5000円ゲット。いいっすね、マイナポイント。っていう感じです。ちょっと途中、バタバタ手間取りましたが、以上です。はい、いかがだったでしょうか。そんな感じで、マイナンバーカードを使って、マイナポイント、5000ポイントゲットしました。 au pay でお父さんはゲットしました。途中なんです、手順の動画がバタバタしちゃったんですけども、うまく伝わりましたでしょうか。まあ簡単に言うと、 au pay アプリから申し込みをタップして、あとはマイナンバーカードを読み取ればもうそれで申し込みは終わりです。あとは、au pay の場合、チャージすれば、2万円チャージすれば、25% なんで、上限5000円のポイントが入ります。それはさっきご覧いただいた通りです。はい。という感じで、今、お父さんのチャンネル、56人の方に登録してもらってます。これからもまた頑張りたいと思いますので、100人、200人目指して頑張りたいと思いますので、応援の方、よろしくお願いいたします。ではまた、生きてる間お会いしましょう。